スケゴは日本における労働回帰の一形態。江戸時代に徳川幕府が諸海道の宿場の保護及び人足や馬の補充を目的として宿場周辺の存落に課した夫役のことを言う。また、夫役の対象となった村を指して言う女郷村も略されてスケゴと呼ばれる場合がある。はじめは臨時で行われる人馬挑発であったが参勤交代など 交通需要の増大につれ、スケゴ制度として向上化した。人馬提供の単位となった村も、これに課した夫役と同様に、スケゴと呼び、テスケゴ大スケゴ宿付ドスケゴ増スケゴ加スケゴ当東文スケゴなどの名があった。当初、女郷村の範囲は、宿場の近隣であったが、次第に遠方にも拡大され、十里以上のところもあった。 村が人馬を提供できない場合、金銭で代納することになっていた。スケゴ勤めは、早朝から夜間に及ぶため、挑発された村民は宿場での全泊や後泊を、余儀なくされる場合が多いなど負担が重く、それにもかかわらず、法廷の報酬はわずかであった。さらに、村民の中には、スケゴ勤めをきっかけとして、宿場女郎にのめり込み、身を持ち崩す者も現れるなど、 間接的な被害も大きかった。このこともあり、次第に金銭大脳が一般化していった。また、人足の要因としては、非合法に不労者や無宿者などが当てられることもあった。日光道中では、元六九年に常設の定助号を編成した。教法十年の名称改正以前は、大助と呼称されていた。当初は、宿液の要請で、 抗議語用の管理が困難であり、治療する領主の責任と差配によるものであったが、編成後は、宿液から、至近距離にある村々は道中部業による、スケゴー消耗によって勤め高に基づいて低スケゴが、固定傘支配された。江戸時代末期には、神馬需要の激増があり、宿とともに、周辺村々に対しても、スケゴ役、負担による村財政と、農民生活の影響について、 丸山康成による金星宿液の基礎的研究に示されている。江戸後期のスケゴ薬負担の増大こそが村財政の破綻を決定的にした最大の要因であり、これが他の高素負担に加重されて農民生活を著しく圧迫するとともにその階層分解を促進した。丸山康成1975 橋垣江戸後期の助合役の負担は中仙道の宿駅でも見られ、宿駅や除避ナフの輸送量と通行者が増加による反映した一方で、無賃、または低賃船の天売役などの負担があり、その不足分を補填のため除合村の財政が急防し、幕府や藩に休状を訴えて減免を願い、宿駅と除合村の紛争も相次いだという。明治5年に助合制度は廃止された。 ありがとうございます。